桃香です。これ背景そのまんまなんだね。シルバーウィークだったからシルバーだったみたいな話かなと思ったけど、シルバーのまんまだ。嬉しい。え、今日で終わりですって。え、そんな寂しいこと言う。ちょっと期待したいな。もしかして、もしかして期待したじゃん。すごっ、初めて買った蜂蜜。あ、ゆず茶やって。お茶すごいニュース。そう、食べよう。いただきます。あ、でかっ。あ、美味しい。うん、蜂蜜と柚子、確かになんかお茶っぽい味もする。美味しゅうございます。え、洗濯機が暴れてんねんけど、ちょっとパンパン詰め込みすぎたかも。うん、そう、今ね、ミュージカル「声の形」っていうや、あの舞台のねお稽古を最近はずっとやってるんだけどさ、大西の上野さんが結構喉やられそうになる。ちょっと今日本気で、あ、ちょっと喉痛いと思ったからちょっと買ってみた。うん、美味しい。喉はね強い方なんですけど、私。そうなんです、ね、ちょっと痛わりつつ、うん、そう、私めったに声とか枯れないんですよ、舞台とかやってて。舞台やってて枯れたことないかも。そうなんですよ。結構やんちゃな役だよね。そうね、パッと見はすごい子だよね。パッと見というか、黒上がりって。そう、黒上がり、大垣の水って。あ、そう、よく気づいてくださいました。こちら、美味しい大垣の水という、みんなこれ宣伝しといて、大西が宣伝してるよって言っといて、ツイッターで。こちら、美味しい大垣の水。そうなんです、皆さん知ってますか。はい、スクショお願いします。スクショ終わりました。
ちらですね、大垣って知ってますか？大垣市というね、あの市があるんですけど、まあ、岐阜県にあるんですけど、そうなんです、岐阜県にある大垣市で、今回のあの声の形という作品は大垣市でのが舞台になっているのかな。そうで、今日最後通し稽古が終わった後に大垣市の方々が来てくださって、大垣市の市長さんとかが来てくださって、そうとかスタッフさんが来てくださって、この美味しい大垣の水をたくさんね差し入れしていただいて、私も今日初めて飲んだんですけど、もう本当にびっくりしちゃうぐらい美味しくて、ももちゃんがアピールしてたよってハッシュタグ声ミュ、ハッシュタグ大西桃香、ハッシュタグ大垣最高とつぶやいてください、よろしくお願いします。別に何言われたわけでもないんですけど、自分が本当にいい匂いするわ、お風呂上がりだと。お風呂上がりっていいよね、自分がすっごいいい匂いする、幸せ、匂いって大事だよね。何の匂いって、多分ね、ボディーソープの匂いなんですよね。今使ってるボディーソープがなんかすっごいいい匂いで、いいの、うん、普通に薬局に、薬局とかで買ったやつなんですけど、なんかいい匂いなんですよね、うん、でも高いんですよ。あ、ちょっと高かったのかも。1000円ぐらい。わからない。1000円して、したかな。したかしてないかわからない。まあ、高いっちゃ高いよね。買おうと思えば400円とか300円ぐらいで買える、300円はないか、400円ぐらい、398円とかで買えるよ、ね、うん、何のボディーソープ使ってるのかね、なんだろうね、なんでしょうかね、あんま覚えてないんだ。ちょっと見てきて。あ、わかんないな、あの美味しい。詰め替え用のボトルに入れてるから。そう。で、いつも詰め替え用を買ってきて入れてるので、何なんですかわかんないな、見に行っても。そうなんですよ。なんだろう。網だけで買えば、肉の方が安くない？はあ。この後は洗濯物畳んで、洗濯物干して。
寝ます。今回さ、声の形ね、そんな盾とかがある舞台じゃないからさ、そうなの、そう。でも今日いろいろなんか動きの指示とか、アクションの方が来てくださって、動きの指示とかをつけてくださったんですけど、看護師とか見て、これ見えますか、これ、ちょっとやばいかな、見えないか、見える、痛いの、今日やっただけでなんかこんなあざついちゃう、あ、これで見えたな、ほら、うりうり、すごくない？色鮮やかな膝になりました。これから私はこの膝のあざちゃんを大事に大事に育てていこうと思います。よしよしよし。うん。じゃあ、おたん好きだからさ、可愛がっていこうと思います。そう、成長を見守って、いつの日か離れ離れになるその日までこの子を可愛がり続けたいと思います。どの舞台が一番あざ好き？お、ついた。わかんない、覚えてない。でも基本なんかあざついてる、おみし膝に。舞台やるってなった。うかしら、覚えてない、本当に。三国無双とか多そうって、そうなのよ、一番盾が多かったのは三国無双っていう舞台だったのでかなとも思うけど、でも少女ゆるはの時すっごい膝にあざあってママが心配してたから、あの時も結構あったんだろうなって思ったりもして、あんま覚えてないよ。ネモハモルーマ、確かにネモハモって大西膝にあざあったっけ、うん、大西ずっと立ってるからネモハモあんまなかった、ないあんのかな、どっか、あ、三輪車レースの時あざすごかった記憶って、それだ、あのネモースのやつでしょ。ネモースのやつでしょ。確かにあん時やばかったよね、あざ。メール止められたやつ、あ、そうだっけ。やばすぎてメール止められたの、それ。あざあざって膝の青たんできたよーって言って送ったらメール届かなかった。そうだ、三輪車はあれ痛かったね、マジで。うん、いつもの青たん自慢って、そう、青たんはみんなに見せたくなっちゃう、見てって、そんなにこけたって、こけてない、三輪車でこけたわけじゃないの、みんな三輪車大人になってから乗ったことある？ないでしょ。手持つところに
内側の膝がガンガン当たるの、こう漕いでる時に。だから漕ぐこう一周するたんびにここにガンって当たるから、それでめっちゃあざできたの。うん、バカ痛かったマジで本当に懐かしいな。いい思い出だあれも、今思えばねめっちゃ痛い、うん、今年だっけって。いや今年じゃないよね、多分去年じゃない。え、違う、去年だよね。なんか前髪大西光の5だった気がするけど違うみんなからなんか光の5みたいなすっごい言われてたような感じの前髪してたの時じゃなかったっけ。なんだ髪型と髪色も可愛かったでしょ。でもあれは違うのか、ヘルメットかぶってたあんま覚えてないよな。うん、うん、最近は髪型髪色で遊ぶこともなくなったな。今年の夏染めたかったな髪。そうって、もうなんか急に眠くなってきて、座ってゆっくりしたら眠くなって、アメちゃんもだいぶなくなってきた、うん、回る時間決めますね。もう15分経った、ちなみに。あ、立ったんだ。え、いつの間に。あ、そうなの。今何時全部聞く。今何時。あ、もうそんな時間なの。あと5分したら終わるわ。雪の中で分裂した雨が、うん、噛みたくなっちゃう。シルバーってなんか特典あるっけ。シルバーこのイベント、さっき10位って来てたね、お店も。いつの間にか参加してた。あれ、海鮮丼お肉ゲットしてるでやった。もうしてるの、お肉。
シャインマスカットもらえるって、あ、おにしもうもらえるの？あ、そう、いつの間に。あれ、シャインマスカット、あ、そうなの、ありがとう。でもなんかこうさ、おにしもこう結構気づかぬうちになんかこう参加してるやつ、まあ、みんな多分さ強制参加じゃない、このなんかイベントみたいなの。でもなんかさもらうのよ、なんか券みたいなの。でもそれあんま結局使わっあまり使ってないからさ、自分でまた頼まないといけないんですよ。そうそうなんですよ。そう、いつの間にか期限切れてて、パッて見たら、あ、過ぎてるってなって、いつも残念な気持ちになって終わる。そう、そうなんですよね。気づかぬうちにその期限も切れちゃってるから、ね、そう。だからこれはでも何か、どうしたらそうなっちゃうんだろうね。うん、みんなだからこれ課金系しな、ほんと大丈夫だよ。これね、まあでも俺勝手になっちゃってるんだもんね。普通にこの桃ちゃんにシャインマスカットを送りたいって言ってなんか送ってくださっている方いるのかな、もしかして。それだったら申し訳ない。うん、あと16,548ポイントでシャインマスカット、あ、じゃあまだ もらえないってことか。あ、じゃあもう終わろう、西。おー、アッピー。アップね。じゃあ、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよーん。いきます。1位、コバットマーク、大西よしさん、ありがとうございます。イェイ。そして2位が、サトチャットマーク、大西くんさん、ありがとうございます。イェイ。そして3位が、ケイジさん、ありがとうございます。イェイ。そして4位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおまめさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がいちよし ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、お、あ、隠れてるまひらさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。この普通に壇上で読んでいくのもいいね。今までなんかランキングを縦で読めるやつ使ってたんだけど、これでも読めるね。いいね。ということで、ではでは、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。明日も結構頑張ります。じゃあね。バイバイ。